世界人口の推移は歴史的に見ても非常に興味深いテーマです。ここでは主要なポイントをいくつか解説します。歴史的な推移、古代から中世まで、紀元前1万年頃世界の人口は約500万人と推定されています。紀元前1世紀ローマ帝国の時代に世界人口は約3億人に達しました。1000年頃中世の初期には約3億4億人に増加しました。近代への移行、1800年産業革命の影響で世界人口は約10億人に達しました。20世紀の急増、1900年世界人口は約16億人、1950年第二次世界大戦の医療の進歩と食料生産の向上により約25億人に増加しました。1980年世界人口は約44億人、2000年世界人口は約60億人に達しました。21世紀、2023年最新の推定によると世界人口は約80億人に達しています。未来の予測、2050年国連の予測によると世界人口は約97億人に達するとされています。2100年国連の高位推計では約108億人、中位推計では約100億人になると予測されています。人口増加の要因、医療の進歩、病気の予防と治療が進み死亡率が低下しました。食料生産の向上、農業技術の進歩により食料供給が安定しました。公衆衛生の改善、清潔な水の供給や衛生設備の普及により感染症のリスクが減少しました。地域別の独行、アフリカ人口増加率が高く2050年までに人口が倍増すると予想されています。アジア、現在の世界で最も人口が多い地域であり中国とインドもその大部分を占めています。ヨーロッパ、人口増加が鈍化しいくつかの国では減少が予想されています。北アメリカ、緩やかな人口増加が見込まれています。結論、世界人口の推移は経済、環境、社会の多くの側面に影響を与え続けています。特に急速な人口増加は持続可能な開発、資源管理、気候変動対策において重要な課題となっています。